賛否両方の声をいただいております。私は高岡の市長として市民を代表して今回アメリカの方に行かせていただきます。この度の訪問の趣旨や業務に鑑み、通常公務の出張として旅費支給条例に照らし、公務の内容、飛行時間や時差などを考慮してビジネスクラスとしたものであります。座席の指定に関しては申し上げた通り、条例であったり、時差であったり、さまざまな面を考慮して、今回決めておりますので、決して、財政難だからという理由で、市民の皆さんのすべての方がそういった意味で反対ではないというふうにも思っております。時差ボケっていうのがかなり体にしんどいっていうのは私自身経験があります。今回一プライベートで行くわけではなくてですね、高岡の市民代表して伺う際にそういった体調不良を理由には絶対できないと思っておりますので、まあ、そういう意味では公務をしっかりと全うするための判断だと私は思っております。ビジネスクラスに乗るということに関して事前に皆さん市民にお伝えしていたかというと伝えておりません。明確に規定がないということも一つ要因だと思っておりますので、まあ、今回のこの経験を機にですね、少し見直しを進めることも検討していきたいと思っています。記者会見に先立ちまして、私の方から冒頭に冒頭への訪問について申し上げをさせていただきたいと思っております。今回さまざまなご意見ご報道いただいておりますが、改めて訪問の目的、また私の思いも述べさせていただこうと思います。なおこの模様に関しましては市民の皆様にも見ていただけるように記者会見動画としての配信を行う予定であります。まず今回の一連の報道でございますが、11年前の派遣団の予算と今回の訪問予算が比較されております。アメリカに行くという行為は同じでありますが、趣旨や公務内容、目的、為替状況と11年前と今回では異なっております。1点目として、11年前は市民同士の交流を目的に派遣団を結成して訪問されておられます。これは大切な国際交流であります。一方で今回は市民交流の深化拡大が目的ではなく、今後の国際交流の在り方について、協議また交渉を目的とした訪問となっております。姉妹都市締結50周年を前に今一度関係を再構築するため、今後のさまざまなジャンルでの新しい国際交流の進め方、内容を決めてくる訪問である旨、また時差や機内時間、公務内容など総合的に勘案した結果であります。2点目として、物価高や円安の中、渡米することの必要性についてのご意見もいただきました。姉妹都市を結んで間もなく50周年となります。先人たちが関係を築いてくださいました。この間、社会経済情勢にも波があり、為替レートについても円安もあれば円高もありました。我々は姉妹都市を締結しており、今は円安だからいけません、今後円高になればいきますとは申し上げることはできませんし、国際交流を進めるにあたっては費用対効果の視点はもちろん重要でありますが、加えて効果がより高まるように今の時代に合った形へ見直しを進めて、交流による効果をより高めていくことも含めまして総合的に判断すべきと考えております。次に、今回ビジネスクラスを選択した理由は、先にも申し上げました通り、この度の訪問の趣旨や業務に鑑み、通常公務の出張として旅費支給条例に照らし、公務の内容、飛行時間や時差などを考慮してビジネスクラスとしたものであります。誤解がなきように申し上げますが、同じ海外訪問でも台湾への訪問を11月に予定をしておりますが、こちらは同じ理由から判断しエコノミークラスにて訪問をいたします。さまざまなケースによって都度対応を決めております。なお今回の訪問で議会、経済界、国際交流団体の責任ある立場の方にご同行をお願いしたのは、教育、スポーツ、経済など今後の国際交流への考えについてポートウェイン市長や経済界のトップの方に私たちから伝え、相手の意見を聞き、双方が合意できる内容をその場で決めてくるためであります。私自身大変緊張をしておりますし、時差ボケや体調不良を避け明確にお伝えし交渉しなければいけないと考えております。今回の判断に至る理由の主だった考えについて申し上げさせていただきました。私は議決後これまでの半年間、ポートウェインとの新しい交流に向け市職員や関係の方と準備を進めてまいりました。
先方もこちらの訪問希望を受け入れ、我々の意図なども調査され、交渉の場を含め現在調整をいただいております。